はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、お疲れ様です。ナオンヌです。サラダ油、ごま油、オリーブオイルなど私たちの食生活には様々な食用油が使われておりますが、皆様は地香油、別名下水油という言葉を聞いたことがありますでしょうか。今回は中国で数年前から社会問題になっている地香油について、背油多めに話していく、いくドイツのワイマール憲法を言うとります。まずこの地香油というのは主に中国の闇市場で流通している再生食用油のことなんですけれども、この地香油に使われている原料がとても衝撃的です。なんと下水道を流れている下水や工場の排水口に溜まっているクリーム状になった下水の油で、その油をろ過したものが再生食用油として屋台、食堂、レストランや家庭で使われているのです。下水を使うなんてなんて下水んだ。はい、次にこの地香油がどのように作られているのか軽く説明します。まずはマンホールの蓋を開けて、下水道内の黒く濁って赤みを帯びた糊状の物体をかき出します。それを1日かけてろ過したら、不純物を固める薬品を投入して煮詰めます。そして精製、沈殿、分離など複数の工程を経て再生食用油に仕上がります。地香油にはもちろん有害な物質が含まれているため、食用として販売することは違法です。しかし素人でも簡単に精製できる地香油は大きな利益をもたらすため、密造は後を絶たず、摘発を進める中国当局とのいたちごっこが続いているのが現状です。気になる地香油の販売価格なのですが、サラダ油の半額程度だそうです。いや、これほどお得感が感じない半額は他にないですよね。ちなみに下水から作った油だから匂いとか色でわかる気もするのですが、先ほどの精製工程で匂いはほとんど無臭になり、腐敗した泥のような下水は澄み切った油になるので、見ただけではサラダ油と見分けるのは難しいです。またこの地香油には本来食用ではない鉱物油、簡単に言えば車のエンジンオイルなども使われているのです。やばいっすよね。次にこの地香油が中国でどのくらい蔓延しているのかという話になります。中国全土の食用油の使用量が年間2250万トン、しかし中国全土の食用油の生産量が年間2000万トン。海外からの輸入等も考えられますが、それでも使用量が生産量を上回っているありえない状態です。専門家はこの差が地香油であると推測しています。これをざっと計算すると年間250万トンの地香油が使用されているということでですが、外食10回のうち1回は地香油を食している計算になります。この社会問題を受けて中国では対策として地香油摘発キャンペーンなるものを開催したのですが、なんと政府施設内の食堂で地香油が使われていたことが発覚するなど、ニッチもサッチもブルドッグ状態です。こうした危険な油が蔓延する背景には、この地香油の製造、販売、そして使用が稼げる副業として認識されてしまっているということがあります。例えばレストランのアルバイト料理人がお店が用意している食用油を勝手に地香油にすり替えて、食用油を業者に売るだけで毎月5万円から6万円程度の副収入になるそうです。しかしもちろん地香油の使用は重罪であり、最高で死刑になることまであります。想像しただけでやばい地香油の危険性ですが、地香油にはヒ素の100倍毒性のあるアフラトキシンという発がん性物質や激毒の農薬も基準値を超えて検出されています。という感じで中国の食品偽装問題、食の安全について今回の地香油だけに限りませんが、私たちの常識では考えられない予想を上回るヤバさです。今後中国に行かれる方は食べ物、飲み物十分気をつけてください。はい、というわけで今回の動画は以上になります。6月に入りましてだんだんと暑くなってまいりますので、熱中症に気をつけて頑張りましょう。水分補給は下水じゃなくて浄水でお願いします。それではおやす。